大藤幸は、日本の民族学者、家人。女性民族学者の第一人者、または草分けの一人と言われる。夫は同じく民族学者の大藤時彦。父は、元福岡市長の小西春夫。福岡県出身、旧姓は小西。父が、朝鮮銀行に勤めていたため、朝鮮民主主義人民共和国環境、南道観光市で誕生した。 父の転勤に伴い、中国の大連を経て、福岡県に転居した。大陸育ちのために、地方の狭さを感じて上京し、1931年に東京女子大学高等学部を卒業した。就職口がなく、英文タイプや速記などの資格を得、日本国外から日本を訪れた人々に日本語を教えたりしていた。1935年に、父の親友である、 尾形武虎の紹介で、父と共に、民族学者の柳田国吉を訪ねた。柳田の徳、民族学の重要性に惹かれ、秘書的な存在としての仕事を2年間務め、柳田邸で行われた、月齢研究会、木曜会に出席した。1937年に、母子愛育会に就職し、産育収束の調査や、育児し、愛育の発行に携わった。 女性民族学研究会の発足にも加わった。この時代の経験を通じ、出産や子育て、子供を人並みにして世間へ送り出すことを意味する、小屋いが、生涯を通じての民族学のテーマとなった。28歳の時、木曜会を通じて知り合った、大藤時彦と結婚して、退職し、長男の出産後に、神奈川県鎌倉市場明寺に転居した。三次に恵まれ、 家事と育児に追われ、一時は民族学から遠ざかった。しかし、女性としての出産や子育てを通じての民族学に改眼したことで、家事や育児の合間に執筆し、諸女作、小やらひを出版した。この書は民族学の古典的名著となり、女性の民族学研究者への大きな貢献となった。戦中は、鳥取県青谷町へ疎開。敗戦後は、 鎌倉に戻り、地域活動に積極的に参加し、その中にも民族学のテーマを求めながら研究を続けた。1952年、子育てが一段落したことを機に、東京の成城の柳田邸で行われていた女性民族学研究会、女の会の霊会に参加し始めた。やがて女性民族学研究のリーダー格として、地元である鎌倉を中心に、 神奈川県内外での民族学の調査、研究発表、講演、専門誌や雑誌への執筆に取り組んだ。1961年には神奈川県の歴史県嘩の民族編上で、県嘩の俗信などの執筆に携わった。1968年に神奈川県民族調査で、産育と創生の担当として、調査のために県内各地へ足を運んだ。 1985年より女性民族学研究会代表、相模民族学理事などを歴任、後に日本民族学会名誉会員も務めた。2001年11月1日、鎌倉市内の病院で心不全により満91歳で死去した。生前に肉親以外の親戚や知人が仮親となり、多くの人々が 子供の育成に関わったことを、復元の教育と命名し、各家族化の進んだ時代こそ、こうした子育ての知恵が必要と主張しており、この教育論に共感した多くの人々が、鎌倉で地域子育てグループ、鎌倉寺小屋として、没後も活動を続けている。民族学者としての著書の代表作は、鎌倉の民族、子供の式子供の民族学など。また歌人でもあり、 歌集に5月の朝などがある。ありがとうございます。